お昼会に行ってまいります。レッツゴー。なおちゃん映ってねえし。飛行機雲がすごい。すごいね、バッテンになってるね、飛行機雲が。飛行機雲くっきりついてると次の日雨って言いません？初めて知った。だって自転車売ってるんですか？売ってないですよ、レンタルです、レンタル。レンタル。自転車乗ると気持ちいいんだよ。サイクリングロードみたいなのありましたよね、この間。うろうろしてる時に見つけましたよね。あった。深谷、自転車用の。深谷にサイクリングロードがあるっていう話があったんだよね。あの川沿い、川沿い、川沿い、そうそうそう、あったあったあった。私あのでも徒歩通勤してるわけですよ最近。やってみたらですね、意外と楽しくてしょうがない。もう左手プルプルしてきたね。落ちますか？そんな重いんですか？まあまあ重たいよ。どう？剣道みたいな。本当、両手でガリガリ君映ってますか？本社。ガリガリ君は映ってないですね。ガリガリ君がない。ダメだ、お腹空いちゃったもん、本当に。全部美味しそうに見えちゃう。こっち行っちゃう？今、せいろまで行きます。はい。深谷ってふっかちゃんの自販機がいっぱいありますよね。そうなんだよね。かわいい。静かだね。静かですね。この時間だから、それとも深谷だから。深谷って電車1時間に1本でした。そんなわけないでしょ。それはちょっとないでしょ。見えてきたよ、ポテト屋さんが。どこですか？あの、のれんがあるところですよ。のれん、ああ、そこですか？そこです。ちゃんぽん3つと焼きそば1つ。はい、すみません、お待たせしました。ありがとうございます。深谷焼き、ここもうちょっと行くと三三三三薬局通る。駅から徒歩何分か。お昼ですかね、今。地元クリニックさんももうお昼かな。じゃじゃん、じゃじゃん。そのまま、ね、このこれが、ってるこれが。オープン。あ、どうもです。もや様です。お約束ありがとうございます。なんか美味しそうだよね、食べても。炭酸にお裾分けに。なんていいとこ、こんなの。私じゃどんどん太っちゃう。通常の自分のお弁当プラス、プラスいただいてるんで。ね、いいですね。本当いただくもの多いよね。多いですね。さくら先生の人柄で。いや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 、そうなんだけど。行くかね。行きますか。ありがとうございました。お邪魔します。三三訪問看護。三愛薬局。三愛薬局でございます。くだ。帰ってきました。到着、到着。ぐるぐるぐる、オープン。ぎっしり。これショーですよ、ショー。いただきます。いただきます。あ、これガゴメ昆布を。ポン酢ですか？ポン酢。美味しそう。美味しそうでしょ。うん、美味しい。大好き、こういうの。粘りがすごいですね、うん。メインこちらですから。うん、見てこのでっかいじゃがいも。テトが美味しい。なんか甘く感じる。うん、なんかじゃがいも好きな人にはたまんないだろうね。たまんないですね。うん、あ、コンクリート。あ、じゃがいもにかけたら美味しいじゃないですか。うん、見て、ポテトが。見て、ポテトの色。うん、このなんかスパイシーな感じが。この一番来てるやつ何の味ですか？何の味なんだろうね。カレーに入ってる香辛料ですか？うん、食べたことある味なんだけど、何なのか分かんないけど、すごい食べたことある。え、何これ、分かんない。全然なんか思い出せそうで思い出せない、うん。じゃがいもと格闘。じゃがいも、じゃがいもが突き詰められてるんですか？結構入ってますよね。結構いるよね。この衣がまたカリカリして美味しいよね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。